樹脂縁は、全館最後の皇太子。本名は、劉英。節皇帝、王網の区靴として、皇太子の位に留められ、帝位にはつかなかったが、一般に、全館最後の皇帝として歴代に名を連ねる。皇籍皇、劉剣の子。先帝の矢者後にあたり、曹祖父は、祖皇竜皇。祖父は、皇籍養皇,皇、劉勲である。 元始5年12月に平見門が死去すると、翌拒絶元年3月、節皇帝となっていた王毛により、竜英が数え二つで皇太子に立てられ、樹子と合した。樹子とは、子供という意味で、表向きには成人後に即位することが予定されたが、それも王毛がまだ幼児の皇太子に代わる、節皇帝として、朝生の番期を騒乱するための方便に過ぎなかった。果たして拒絶三年。 大桃は、劉英の摂政であることを否定するかのように、摂皇帝の号を仮皇帝と改めた。同年、大桃は、皇祖の礼により、禅状を受けたとして皇帝に即位、国号を信とすると、劉英を、サラの諸皇として、提案校に封じた。そのサラもあっけなく崩壊し、新末後漢書の内乱時代に入る。この時期、 老右に拡挙していた会合の軍師である片持は、常日頃から官庁復興を目指して活動していたが、会合の行動に不信感を抱いてその下を去った。講師3年に1月、片望むは、弓林という人物を同志として誘った上で、劉英を長安から探し出し、これを皇帝として衰退した。竜英、法望らは、兵卒数千人を率いて、安定軍林、 経験に入場し、竜英は片持ちを上昇、弓林を大芝にそれぞれ任命した。こうして実質は、地方政権ながらも、竜英はついに皇帝となったのである。しかし、王母を滅ぼして、長安を拠点としていた皇子帝は、同様に、菅の皇帝を称する竜英の存在を許さなかった。皇子帝は、経帝の末裔であり、 劉英に比べはるかに提出との血縁が遠く、それだけに目障りな存在でもあった。こうしては、配下の将軍である、李末、蘇茂劉竜美のルラに、劉英討伐を命じ、劉英、法望む、弓林は戦死した。劉英は21歳であった。ありがとうございます。